ジョシア・レノルズによる、肖像画、1776年が、初代アイルズベリー伯爵トマス・ブルー・ブルース、1729年4月30日、1814年4月19日は、イギリスの貴族、政治家。1747年に、第3代アイルズベリー伯爵及び第4代エルギン、伯爵チャールズ・ブルースの遺産を継承し、以降50年以上にわたって、 グレート・ベッドウィン選挙区とマール・バラ選挙区を掌握した。第三代カーディガン伯爵ジョージ・ブルーデネルと妻、エリザベス。第三代エルギン伯爵を及び第二代アイルズベリー伯爵トマス・ブルースの娘の4、男として1729年4月30日に生まれ5月13日にピカデリーの聖ジェームズ教会で洗礼を受けた。 1737年から1746年まで、ウィンチェスターカレッジで教育を受けた。1747年2月10日に、母方のおじにあたる、第3代アイルズベリー伯爵及び第4代エルギン、伯爵チャールズ・ブルースが死去すると、トッテナムのブルース男爵やウィルトシャーと、ヨークシャーにおける広大な領地を継承した。1767年12月29日、 国王の認可状を得て生に母方の旧姓であるブルースを加えた。1747年に継承した邸宅のある辞書トッテナムパークがグレートベッドウィンに所在するためブルーデネルはグレートベッドウィン選挙区で1議席を掌握するようになった。2議席目は第2代バーニー伯爵ラルフ・バーニーが指名していたがブルーデネルとバーニーは お互いのグレートベッドウィーンでの不動産を買い上げて完全支配を目指し結果的にはブルーデネルが1766年6月に18000ギニーでバーニーの不動産を買い上げさらに次の総選挙に限ってバーニーが一議席を指名することで合意された1814年にブルーデネルが死去した後は息子が影響力を継承し以降百三十二年の 1> 第1回選挙法改正で、グレート・ベッド・ウィン選挙区が廃止されるまで、同選挙区で選挙戦が行われることはなかった。トッテナム・パークが、マール・バラから5マイルしか離れていなかったため、マール・バラ選挙区もブルー・デネルの海中選挙区になった。第4代マール・バラ公爵、ジョージ・スペンサーも、マール・バラで不動産を所有しており、選挙で影響力を発揮するとたびたび噂されたが、 結局、ブルーデネルが1814年に死去するまでの選挙は常に、ブルーデネルの指名する人物が無投票で当選し、その死後も長男が選挙区への支配を継承した。1760年12月11日から1776年6月4日まで、国王ジョージ三世の新出自由を務め、1776年5月に、ウェールズ公ジョージとフレデリック王子の家庭教師に、 任命されたが、すぐに辞して、兄にあたる初代モンタギュー公爵、ジョージ・モンタギューに譲った。同年6月10日、グレートブリテン貴族であるバッキンガムシャーにおける、アイルズベリー伯爵に除された。1780年12月29日に、シャーロット王妃の区内長官に任命され、1792年2月24日に、会計長官に転じ 以降1814年に死去するまで勤めた。1780年3月22日から1782年4月8日まで、ウィルトシャー党官を務めた。1786年11月29日、死する勲章を授与された。1814年4月19日にメイフェアのシーモアプレイスで死去、ベッドフォードシャーのモールデンで埋葬された。息子チャールズが爵位を継承した。 一人目の妻スザンナ、ウィリアムホワが、1761年2月17日、スザンナ・ボイルと結婚二男二女を設けた。1788年2月14日、アンロードンと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。